どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回なんですけども、質問コーナー第3回ということでね、おかげさまで大好評質問コーナーでございますけども、で今回知の女王とね、まあ早速みんなからねもらった質問の方答えていこうと思うんですけど、最初こちらじゃん、おっとちょっと待って、調香師の方と、ちょ、待って、これ、マジでくらいたくない。呪術師の脇、よいしょ、と、当たんの今の。マジか。石の背中ならどれが好きですか？どれでもいいよ。本当に。お前、そんなことどうでもいいから、もうこれ捕まったら、もう君の質問のせいやがんな、これ完全に。君のせいやぞ、もう。調香師の、胸です。はい、というわけでじゃあ次の質問いきましょう。待って、胸像来てる、胸像、ここかわしきったらまず幸せになれる。まあ、袋をまだ使ってないから、あ、オッケー、いいよー、これで鏡1個分と。次の質問、さとみくんは、重い方か軽い方どっちが、いいですか？恋愛の話、なるほど、ここ、マジこれ質問見ながら逃げんのバリムズいんだけど、なんかこうチラ見、どっちもチラ見してやってるからさ、距離感間違えた。前で倒しちゃったよ。もう最悪だよ、もう。袋もまあいいや、袋まだ貼ってないってことは、まあセカンドチェイスで使えるから、まあいや、もうプラスに考えよう。ねえ、重い方軽い方どっちがいいですかって、別にどっちでもいいよね、そこに関しては。なんか軽いも重いも結局は、なんかその人の恋愛観次第みたいなところあるじゃないですか。ねえ、それはね。ただ、ありがとう。そのタイミングで打ってくれるんだ。もう、重かろうが軽かろうが、なんか相手の負担になることは言いたくないよね。そこは。例えばなんかその、重いのは結構なんだけど、その、重い気持ち、例えばなんか、嫉妬しちゃう気持ちとかを、たまにだったらいいんだけど、なんかこう常にぶつけられてるとちょっと重荷になっちゃうから、その向こうが持ちきれなかった気持ちをこっちに要は持ってって言って投げられてるわけで、まあ永久的に投げられ続けたらこっちも重くなっていってしまうし、だからそれが最初は別に良かったんだけど、どんどんその重いところが嫌になったみたいな、そういう風に言う人いると思うんだけど、その仕組みなんですよ、それも結局。どんどん重いものをこっちに渡され続けるから、そのバランスが取れなくなるわけであって、そこのバランス調整が上手かったら、まあ可愛いなとは思うよ、そこの行為に対してもね。ただまあやっぱ恋愛は真相だと思うんで、結局どっちかが傾いた瞬間に終わるんですよ。だからその平均を保ってないといけないっていうね、そういうところがあると思うんで、これ早めにつけちゃおう。もうあのぴったり狙ったら、失敗する気しかしないこの感じ。割と伸びてるよ。てかまあ占い師さ、すごい初期の時さ、これ袋をつけながらも溜まったんだよね、ゲージ。バカだよね、あの調整っていうか、よくそれで実装したな、ほんと。今思うと。やばくね、ほんとに。それで実装するの、マジで。強すぎるでしょ。また、キボティ溜まってないよね。大丈夫だよね。キボティ？ああ、よかった。まあ、上もやばいんだけど、あ、これ溜まないね。一回旋回挟むか。くるりんぱ！あぶねえ！でだよ。よしよし、これ2話目溜まるんだけど、まあ、まあいいや、これ使わないでいいや。うん。残り1個だしな。オッケー。で、残りが76で、これが仲間に助けてもらって、そのまま、ファイナルチェイスも袋を使ってゲート開放時間まで稼いで3人逃がして終わりましょう。あ、近かったんだ、ごめん。ごめんっつって。やばいかな。地下ここにあったんだ。マジか。ちょっとごめんじゃん、それ。まあいいや。あ、まあそんな感じだね。うん、結局のところをね。何の質問か忘れちゃったけど。じゃあ次行きます。これは見た方がいいって映画ありますか？ありがとう、救助。これは見た方がいいっていう映画か。なんだろう。あ、グレイティストショーマンかな。なんか、一番決めるの難しくて、アニメも映画もなんかたまに言われるんだけど、一番好きな何々みたいな、むずいんだよね、本当に。でもまあ強いて言うんだったら、まあグレイテストショーマン、すごいおすすめ映画、本当になんか見てほしい。多分映画の中で一番好きかもしれない。うん、頑張るとは何かとか、なんかね、すごい生々しい人間関係だったり、なんかミュージカル映画なんだけど、すごい面白いよ。まあ、ミュージカル映画って言うとちょっとなんかね、興味ないなとか思う人もいるかもしんないけど、本当に面白いからね、ぜひおすすめでございます。やばい、死にたくない、ナイス。あ、もう3人逃げてんじゃん。待って、これどっちだ？ゲート開いてんの、これ。向こうから、まあ2は貯めれるから、この袋をつけながらゴリゴリで
あーなるほどね、室外機反射もまだ使えない、殴らないね。まあなら相手にし、相手にし、そこまで袋をついて走っていけるなと思ったんだけど、空いてたらね、空いてなかったねこれね、空いてたら完全にいけてたな今。うん、2話目たのった。じゃあこれ使う、え、使えない使えない使えない侍来ましたね。あーまあいいや、使えなかった。普通にボタンがなんか残り1と0になる間で押したったっぽいね。ちょっと流行ったね気持ちが。はいどうも、というわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。な、最後の質問答えたっけ俺と、これ答えたかったっけ、なんだっけ、これは見た方がいい映画あったか、言ったか、グレイテストショーマンだね。じゃあ次いきます。さとみこんばんは。あ、こんばんは。最近さとみさんはすごいな、もう呼び方バラバラすぎて、もう、ジムに通ってるようですが、実際どれくらいしんどいですか、またそこまでストイックになれる秘訣は何でしょうか、教えていただけると嬉しいです。じゃあ顔文字ついてるね。なんかいや、ストイックかストイックじゃないかって置いといて、もう結構甘えるとか甘えちゃうから全然僕ストイックじゃないんですけど、なんだろうね、楽しむことじゃない、なんでも。例えばやりたくないことでもやっぱやらないといけないことって絶対たくさんまああると思うんだけど、どれだけそれをやることに対して喜びを感じれる仕組みを作るか作れないかが大事だと思ってます。これに関してはちょっとマジで言うとね、まあ普通にやったらだるいんだけど、なんかその中で芽生えるその幸せというか、まあどれだけ小さいものでもいいんだけど、そこにフォーカスしてやると、まあ木だよね、喜びの感情を見つければいいんじゃないのかなと。やっぱりどんだけ辛いことでもね、やっぱりこう辛いと思いつつやるからなんかダメなのであって、なんかこれに関してはすごい分かりやすいというか、まあ気持ち次第どうとでもなるっていうところが俺の中でなんか実際に過去の経験からあって、例えばなんか恋愛したことみんなあると思うんだけど、好きな子いるじゃん、で好きな子から返事や LINE とかさ、メールとか何でもいいんだけど帰ってくると嬉しくない、でもさその LINE とか、あ、会話でいいわね、おはようとかさ、何したのとか、ね、学校とかで話せるとそれだけでなんか嬉しかったりするじゃん、ドキドキしたり、で気持ちが動くっていうのはそういうことで、でも何か実際に物をもらったりしてるわけじゃないね、形がないものをなんかこうもらうというか、形がないものだけどそれがあったからこそテンション上がったりね、なんかこう頑張れたりするじゃん、でそれの応用だよね。好きっていう気持ち、喜びっていう気持ちを変換して、この仕事とかやりたくないんだけど何かに対してそういう自分を騙す、だからそういう気持ちに持ってくるわけだよね、ということをやることで、まあやりたくないこととか、なんか辛いところ、苦しいところがでも頑張らないといけないところとかでも、まあ喜び楽しみを感じながら頑張れるんじゃないかなと。まあ一種のまあ催眠洗脳、まあでも最初はそんな感じでやっても、そこが自然になったらもう何も考えずにできるようになるんじゃないかと。呼吸みんなしてるけど、呼吸した瞬間に、あ、今呼吸したなって考えない。もう例えばなんかやり続けると、なんだろうな、毎日投稿とかもなんか最初はこう、うわ今日動画ねどうしようとか、俺もすげえバタバタしてたけど、もう今だったらなんか逆に投稿してないと不安になるというか、もう呼吸のように何も考えずにもう投稿できちゃうから、やっぱ慣れなんじゃないですかね、そういうところはね。まあなんで、まあ自分の気持ちを、まあ、コントロールする、まあ、なんで恋愛の話したかっていうと、そういう経験みんなあると思ってて、分かりやすくない、なんか人のこと好きになったことあるって、多分8割ぐらいの人はね好きになったことあるんじゃないかなと、異性のことをねやっぱ思うんで、なんかそういうところが大事なのかなと。で実際にそのなんか気持ちが動いたから頑張れるっていうのが過去にあるんだったら、その気持ちを思い出してなんか他のことにも応用できるようになってったら分かりやすいのかなみたいなので、まあそういう例え出したんだけど、まあそんな感じでございます。すげえ真面目に答えちゃったんだけどまあ普段ね YouTube とか雑談とかね、なんか他のサイトとかツイキャスとかでね雑談とかねなんかしてる時にね、もうこういう質問くれたら生で返答するので、だから大体こういう話たくさんしてるんだけど、もし興味があったら来てください。概要欄にツイッター貼ってあるんでフォローよろしくお願いします。ということで仲直り使うよー、気づいたら試合終わってるよー。お、あれ、ん、暗号機寸止め完了、2台終わってるってことこれ、俺んとこだけ、ん、さっき俺と一緒に流してたよね、そういうことだよね。あ、やべえごめん、板で気絶させたって書いてあった、申し訳ない、普通に今質問の方見てたもん俺、なんか他に読む質問あるかなっつってあ、集中していってる、じゃあつけちゃおう、ごめんよ申し訳ない。でだ、これはもう4逃げ硬いから、まあ1人捕まるとして3人で逃げ切りたいところではあるが、62%
がですよ、これ囚人飛ぶ飛んだっけ、もうなん、あ、また瞬間移動した。速攻に2人いるパティーンね、この感じはだ。あ、ナイスナイス、あ、出てんじゃんもう。あ、じゃあ俺がもうこれ出るだけだ。はい、ということでね、まあ今回質問コーナー、まあ今回なんかあれだね、1個の質問にやっぱこうなんかガチで答えようとするちょっと時間がかかっちゃうけども、まあこんな感じで、たくさんの質問待ってるので、ぜひ皆さん、何かあったらね質問してくれると嬉しいでございます。まあ質問なんだけど、たまにツイッターとかでね、今から質問募集しますみたいなのをね、ツイートするんで、そのツイートにね反応してくれたら、もしかしたら動画で使うことになるので、ぜひ、噛みましたけど、よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。